はい、えー、それでは古典ラジオ番外編を始めたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。はい、さて、えー、今日の番外編も、えー、ゲストをお招きして、お話を聞いていきたいと思います。ということで、早速ご紹介しましょう。東京大学資料編纂所教授、本郷和人先生です。お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。どうぞよろしくお願いいたします。はい えー、ではまずですね、えっと、本郷先生のプロフィールの方僕の方からざっと紹介させていただきます、えー、1960年生まれ東京大学大学院で歴史学の博士号を取得され同資料編纂所助手 準教教授授などを経て年に教授に就任専門は日本中世の政治史でこれまで中世朝廷訴訟の研究「新中世王権論」など数十冊の著書を出版近年では大河ドラマ「平の清盛」をはじめ数々のドラマや漫画作品の時代交渉にも携わるっていう方でございますね。 あのー、初めてじゃないですか歴史を研究されてる方との対談。先生をお呼びするの初めてです。<へ>そうなんですか あそうですね。意外と初めてなんですよん。そうですか。<laughs> はい、そうなんです。歴史 <laughs> 番組、ね、一番最初が私のようなもので、申し訳ございません、ね。<laughs> いやい,いや、本当に光栄です。光栄ですよろしくお願いします。いや、お願いします。で、えっと、もう、深井さんと本郷先生が喋られるのも初めてじゃないですもんね。そうですね。もう、これは、結構喋らさせていただいてて、4、5回目ぐらいじゃないですかね。あ、そうなんだ。うん。うん、収録もね、もあの、ニュー s ピックスの方でもやったし、ア、うん、スコープ。 アスコープでもやったしまだ発表できないけど<ー>別件の方でもあのあ<ー>やりましょうという話させていただいてまし本当ありがたいお話で、うんえー、どこで出会われたの<や>出会ったのもその別の人が、うん、別の人たちがつなげてくれてで八チ前であのお目にかかってですね <laughs> 嘘ですよ。嘘ですデ,、ね、<laughs> デート。待ち合わせて。絶対に嘘かどうかわからないので、<laughs> だってあ、合ってる可能性ありますかありますからね。<laughs> まさに歴史の改ざんですよ、それは。はい、修正主義者でございますので。そうですね。いや、僕、でも、本郷先生は、その、お話しする前が当然知っていて、本も読んでましたし、はい、あの、一番最初多分テレビで拝見してて、 うん、でその後のそ、ね、ゴースト・ブツーシマ」のボーナス動画で見てて「<laughs> うん、ゴースト・ブツーシマ」っていうゲームをやるとですねあのアメリカで作られたゲームなんですけど、ね、日本の侍のゲームなんですけど、うん、本郷先生が解説で出演してらっしゃってて話しとくねって言ったんだろう。<laughs> いやボーナストラックなんですよ。そうそう、ボーナス動画。高いやつ買わないと、そうそうそう、なんか、なんとか、なんとかエディションを買わないと、出てこない。俺、なんとかエディション買ってたから、なるほど、俺、なかったもんね。それで見て、おおって思ってたら、まさか本当にね、ご本人とお話できる日が来て、まさかこうやってゲストで呼べる日が来るとはっていう感じですね。 うん、よろししくお願いします一応僕の立ち位置はっきりしておくとこの4人の中で唯一僕だけが超歴史弱者なのであのちょっと必死に頑張ってついていくっていうことで <laughs> い,やいやだからそこを分かっていただけるような話をするっていうのが一つの僕の課題です。あなるほど。はい、じゃあ僕はあの炭鉱の中のカナリアと同じであのなんかうまいことセンサーにしていただければ。<laughs> <laughs> <laughs> 例えばお,お願いします。 からすそうですよねますよで、はい、まあほんとねせっかくその中世史のほんと専門家である先生に来ていただいてるので今日は本当日本史の話していきたいなと思ってるんですけども、うんはい、一番最初にですねもう僕が先生に聞いていきたいところからやっちゃっていいですかはいあのね日本の古代史古代って言ってもまあ広いんですけれどもその先生独自の結構見解というか はい、見方があるという話をついさっきもですね打ち合わせの中で聞いてて是非まずそういうところからうん、うん、結構日本って古代と武士社会以降で結構質が違うなと思ってるのでなんかそこへの質感の違いみたいなところとかもいろいろ聞いていけたら面白いなと思ってましてうん、うん、まずすごいざっくりとした問いなんですけど日本の古代史に対してこう先生はどういう風な見解お考えを持ってらっしゃるのかっていうところから聞いていっていいですか あの日本史っていうのは大体4つに分けるんですよ古代史中世史近世史近世史って江戸時代ですね簡単に言うと、うん、で近現代史明治から後っていう4つに分けるんですね。うん、で大きな大学の日本史っていうのを専攻するとこの4つの中から1つを選んで、えー、ゼミに所属すると。 でそのゼミで一生懸命勉強するということになるんですね。でそれはあの歴史が好きな人だと大体お分かりのことだと思うんですけどで一体何でこの4つっていうのがあ,のあるのかというとこれは歴史資料の性質なんですつまりあの、まあ、大体あの大学で日本史を専攻した場合にはあの他の方たちと何が違うかっていう教養の日本史と何が違うかっていうと。 あの歴史資料生の歴史資料を扱うっていうことなんですよ、はい、だから古文書だったり、えー、日記だったりっていうのを読んだりするわけなんですけど、うん、その時古代中世近世近現代はそれぞれの資料の性格が違うっていうことを前提に4つに分けたんです性格<確>そこまではよろしい、はい、でところはですねよくよく考えてみるとっていうことになるんでそれで古代史っていうのはあの生まれたんですが。 うん、あの古代史と中世史っていうのは生まれてるわけですけどあの日文献の一番偉い人である今一番偉い方になった井上昭一先生がお書きになってる本で日本本に古代はああっったのかっていう本があるんですよ、うん、でそ,れそれを言ったらおしまいだよっていうそれを言ったらあのそれは言わないお約束だよって本なんですけれども。うん 井上先生が言うところによると古代史ってあるの本当に日本の場合っていうわけね。<い>っていうのは何でかっていうとやっぱりあの日本の歴史って日本,の日本だけでまあ完結してるわけじゃなくて世界とつながってるわけじゃないですか。うん、でその中で比べてみた時に日本の古代史は世界でいう古代史じゃないんですよ。 うんあの日本で古代史古代史って言ってるところは例えば卑弥呼の時代とかは、うん、あの世界で言うと中世史なので、ね、もうねああ<ー>、うん、だから日本は古代ないのよない,ないって考えてもいいわけですはいでそれはあのそんなこと言うとえ古代のない国なんてあんのっていう話になっちゃうんだけどいやいやあるんですよと イギリス、うん、フランスドイツみんな古代ありません、うん、あの歴史は中世から始まってるんです、うん、なんかそうするとそれだけでももうなんていうかなあの中世から始まる国っていうのはこういう歴史をたどるのかなっていうまとまりを考えることもできるぐらいまあいろいろ出てくるんだけどそういう古代史 っていうのは、だから日本に本当にあったのかな、中世と古代は一緒にしちゃっていいんじゃないのかな。っていうのが井上正一先生の考え方なんですね。うんうん、で、それを裏付けるのがですね、<laughs> 古代史のやつらはアホばっかなんですよ。いまし、ね、あの、せっかく、せっかくだから、あの爆弾発言をしてしまうと。<laughs> あの資料編纂所で古代史を取ろう、取ろうと思うんですよ。古代、資料編纂所にも古代史の研究者必要なのでね。やっぱり前期。 近代の研究所だから古代史の先生を取りたい取りたいと思って試験やるんですけど、うん、点数取れない取れない、えー、要するに古代史の人がなるべく点数取ってほしいなと思って問題作っても取れないんですよあそうなんですか要するに中世の問題出せば中世史の研究者が いいの当たり前でそれから江戸時代の問題出せば江戸時代の研究者が点取れるの当たり前でしょうん、うん、でところはね古代の問題出してもね中世の人間の方が点が取れるんだねこれが。つまりどういうことかっていうと確かにだから中世の資料が読める人は古代の資料も読めちゃうの。 あだからそこに古代史の問題があるのははだけどその,その辺りを踏まえた上ででも古代史の研究者はやっぱりそれはさ野球の解説者はさサッカーよりも野球の方が面白いよって言いたくなるじゃないですかはい、はい。 ね、でそれから総合格闘技やってらっしゃる方はいやプロレスなんてあんなのはショーであって総合格闘技こそ本当の意味での戦いだって言いたくなるじゃないですかそれと同じで古代史の研究者は古代史こそ思考であるって言いたいわけよ、うん、だから僕あの井上先生みたいに「古代史はあったの?」とか言うと無視してかかるわけ、うん、反論はしないで <laughs> 反論することすらしないっていう、うんうん、無視してかかるって、うん、まあ一番よくないあれだよね 反応の仕方だよねだからそういう意味でね古代史の人たちにはねちょっとやっぱり真面目にそのこと考えてほしいねだから資料論の立場からしてもねやっぱりいくらでも実はだけど切り抜け方はあると思うんですよ例えば考古学と仲良くするとかさ技術史と仲良くするとかさそれからあともう一つあるのはやっぱり何と言っても世界と仲良くする。つまり中世 でどやっぱ古代史っていうのは朝鮮半島だとか中国大陸との関係っていうのはやっぱり一生懸命勉強しないと解明できない、うん、それが分かってる人たちはもうそういう意味で言うと中国史の勉強とか一生懸命やってる方はいらっしゃいますから。うんうん そういうふうなことからするとやっぱ古代史っていうのはこれからますます大変になるんじゃないかなっていう気がしますね。えちなみにごめんなさいもうすで、えっと、に古代と中世がど,どの辺に歴史的な年号でいうとどの辺に境目があるのかっていうのからちょっと僕分かってないんですけど。 あのね、中世っていうのは、だからそこも論争があるんだけど、大体、はい、いい鎌倉幕府ができた時、だからいい国作ろう、源頼朝、はい、1192年に、 頼朝は一応鎌倉幕府を作りましたって考えるとすると、はい、そこから中世が始まるっていうふうに考える考え方と、うん、それからもっとだいぶ前土地の所有のあり方からすると陰性時代っていうのがあるんですよ。はい、陰性時代っていうのは1100年ぐらいかな、うん、その辺りからもう中世で100年前に前倒しするっていう、うんうん、まあじゃあ1000年から1100年ぐらいが中世。うん、1100年ぐらいからねどんなに早くてもね。はい で古代はどれくららいかかになるんですかえと古代だとやっぱりあのお聖徳太子の時代が600年ぐらいじゃないですかだからやっぱり600年ぐらいに、えー、日本っていうのは一つの国としてのまとまりの基本ができたんだって考える考え方が。 えと明治以来あったわけですねそれでだから聖徳太子が一万円札になったわけですよ、うんで。だから今は古代史の研究者は100年ちょっと後にに持ってきて700年ぐらいって持統天皇とかその辺りから始まってるって考える方が多いみたいですね。うんうん、なるほどじゃあまあ大体古代っていうのが300年から500年ぐらい期間がなんかふわっとあるって感じですね。 えと例えばまあでも600年からするとお500年ぐらいあるんですねうん、うん、古代史そうするといい国作ろうでもまあ1100年ぐらいまでだとしても500年ぐらいある、うんはい、でいい国作ろうからだと戦国時代どうです,すかね500年ぐらいちょうどいいぐらいかな、うんえー、古代500年中世500年ってそんな感じになるんじゃないでしょうか。 で先生がメインで研究されてるのはそこの中世ですね。そうです。ねな,な,なんか古代日本社会って、うん、まあ先ほどおっしゃったみたいに資料が少なくて結構もやがかかったような感じ、うん、で、うん、中国とかだったらもう結構もうバリバリで記録残ってる時代にもう何やってたかよく分かんないみたいな感覚が古代結構あって、うん、まあ平安時代ぐらいからだいぶ分かってきて。武士 社会になる時にはだいぶその性質がが変わってきてきるる感覚があるんですね、うん、で結構その古代の日本からやっぱり律令制がすごくでかかったのかな,なんかだいぶ性格が変わっていく感覚があってですね、うん、はいなんか言霊とかすごい大事にしてそうな時代から <laughs> あの <laughs> すごいシャーマニズムっぽい時代からなんかちゃんと国家として手を成していくみたいな。 うん、ところを変遷しているのが結構日本の場合って最近というかそれこそもう紀元後でそれが起こってるみたいな感覚があってそこからずっと中世に入っていく時に日本の社会っていうのがい、うん、まあ今の形とは全然違いますけど基礎ができていくみたいな感覚で勝手に捉えてたんですけども先生から見るとなんていうかそこら辺の古代から中世への移行みたいなところって。 うん、なんかポイントとしてなんかこういうのがあるなとかここがすごい質として違うなみたいなところってありますか、あのー、古代から中世に変わっていくところって、うんえー、言ってみると大衆化していくんですよ大衆化していく大衆化だから僕は何、あのーまあ、で歴史が好きになったのかっていうと仏教芸術が好きだったのね、うんうん、で仏教芸術って例えば仏像です、はい、あるいは建物、うんうん、仏教的な建築物、うん でそれって古代の方が絶対に美しいんですよ。ですよそれを僕はまあ中学高校の時に、まあ、肌で感じていてでそうすると言ってみると大学に入って勉強始めた時の僕って歴史って後退していくのかなって思ってたんですよ。<ー>なるほど えっとつまり古代にすごく素晴らしい時代がありそれがだん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 その栄光が忘れ去られていくのかなって思ってたんですよ。でそれはね実はだけど後で勉強してみると完全に罠なんです。罠なんですすつまりあのそれは、v、字のお要するに 古代が輝いていてそれで中世が暗黒で、うん、明治の、えー、まあ近世もまあ暗黒の一部かなそれで、うん、明治維新でまた光が取り戻されるみたいなそういう歴史観なんですよ。うんうん、でそれってやっぱりヨーロッパでも同じようなことが言えて、うん、つまりあのー、ギリシャローマの栄光。うん それから中世の暗黒それでルネッサンスを経て、えー、近代市民社会が明るい近代市民社会ができるみたいな V 字の歴史観なんですよ。だからそれってやっぱりちょっと実は罠でいやそうじゃないんだと。古代代社会っっていうののはやっぱりエリートの時代なんですよねで一般の民衆の生活とかって俺たち見てねえなあっていうのは。 やっぱり勉強してた時に分かってそうするとやっぱりあの仏教芸術なんかは誰のものなんですかで中世の同じような仏教芸術は誰のものなんですか、うん、いうことなのね。なるほどでそれ考えると例えばあの紫式部の「源氏物語」っていうのは平安時代の文学の最高のものであるっていうふうに言われるじゃないですか。うん、はい そこはあの常識的にお分かりになりますよね。うん、はい、はい、はい。だけど、じゃあ、どれだけの読者がいたのかっていうことを考えると、うん、実は源氏物語を古代の平安時代に読んでた人っていうのは、ごくごくわずかなんですよ。そうしてなかったですね。はあ、で、貴族の必須の読み物になる。まあ。 貴族ぐらいは読んでるんじゃないのって僕ら思うんだけど、うん、本当に貴族がそれをみんなで共有する教養として、うんうん、これねいつだと思います実は室町時代なんですよ。えー、そうなんですか<ー>、うん、あだいぶ後なんそれが江戸時代になるとまあ共有されていたまあ室町時代に比べて江戸時代になると今度は否定的な捉え方まで出てきちゃうんですよ。 ほうああ儒教の影響が強くなるからですかあそれは基本的にそういうことなのかな、要するにね、例えば天皇なんかもそうなんだけど、われわれ貴族社会っていうのは、こんなものを読んでるから、武士なんかに負けるんだって、そういう考え方が出ましだから要するに、俺たちはもう幕府にいいようにやられてると。 不遇だったから、うん、でそれは何でかっていうと、うん、こんなな,んかなよなよしたものを読んでるからろくなことになってないで<ー>そういう意見まで出てきちゃうんですよ。でまあでそれを経た上で明治になってやっぱりいやこれは世界に誇れる大文学だっていうそういうことになったわけね。だからそういううい意味で言うとやっぱり、あのー 誰が受け取り手なのか誰がそれを受容しているのかっていう視点がないと、うん、やっぱり非常にその歴史解釈歴史の見方っていうのは何かおかしなものになってしまうなっていう,う確かに、うん、そうかそうかだからさっきの仏像の例で言うと,、うん、えと古代は要はエリートたちが作ってエリートたちが楽しいものだったのが、うん、中世になると、うん、要はその一般の人たちも作るし見るみたいな時代になっていったっそういうことです だからそれは必然的にエリートじゃなくなるから質も下がりがちだよねっていうことなんです、ね、要するにね大量生産になるんですよ、うん、ああ面白いだから例えばだけどあの建物も全くそうでね、うん、あの国宝になってるような古代の建物なんかは それぞれの大工さんが、まさに独自の手腕、はい、独自の技能をフルに表現してるんですよ。うん、だから、まとまり方が、その、例えば五重塔なら、その五重塔にしか使えないような技法を使ってるわけね。うんうん、あ,あここはこういうふうなまとめ方してんだ。すげえな、天才かって、そういう感じになるわけですよ。うん、でところが、中世になると、言ってみれば大量生産で、 あのプレハブの <laughs> 建物がいっぱいできるように言ってみれば安くしかもどんな大工さんでも同じようなレシピがちゃんと公開されて、ね、でそれでだから作られるようになるなということになるとやっぱりそれは独自色は薄れるでしょオンリーワンじゃなくなっちゃうんですよ。なるほどだけど、うん、じゃあ,あの例えば五の塔なら五の塔っていうのをみんなで拝みたいと。 言った時にやっぱあ古代の五重の塔はもうエリートのものなんですよね、うん、でそれが中世になると結構武士のものになるし江戸時代になると庶民っていうのが入ってくるというような感覚なのかな、うん、なるほどな、すごい面白いただそういうものを享受できる人が増えたっていうことは必ずしも暗黒ではないということなんですか、ね、うん、うんうん、だからそういうことなんですよ、うんうん、だからそういう意味で言えばあ要するに 確かに質は悪いかもしれないけど、うんうん、それをあのみんなのものとして享受できるっていうことは、これは悪いことじゃないんじゃないのって話になるわけね。すすこういう見方、初めて聞きました。うん、ありがとうございます。なんか、うん、いや、すごい整理されますね。ね、うん、すごい。うん、そうか、自社系と武家系が出てくることによって、うんうん、貴族だけではなくて、彼らも、うん。 どん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 文化を享受する主体となっていったってことですよねそうなんですよ江戸時代に行くとさらに庶民まで出てきて町人とか商人とかまで出てくるとそうなんですだから一応あのここもまた面白い近代と現代は違うんだって話になってくるんだけど、うん、うそうですね皆さんみたいな方はピンとこないかもしれないけど、うん 「大体あの巨人の星」という番組がありましたけどあの時に星ってつって父ちゃんがちゃぶ台ひっくり返すじゃないですか畳の部屋にちゃぶ台を置いてご飯食べるっていうのは、うん、僕ら昭和のじいさんからすると、うん、普通にある光景だったんですよね畳にちゃぶ台っていうちゃぶ台はまあともかくとして畳の生活って園芸はいつかっていうと室町時代の東山文化ってことになるんですよ。うんうん だから要するに、うん、あの足利義政っていう馬鹿将軍があまあんていうかなあのまとめた文化体系っていうのは実はあ昭和にまでつながってたっていうねうだからそれだけやっぱりあのそれ文化水準っていうのがまさに庶民まで使えるような形で共有されていたよっていう話になるそれまでって板の間なんですかね普通にそうです ていうか板の間あったし。それから庶民なんかは家だってないでしょ。うん、そういう人もいっぱいいたわけでね。家がない人もたくさんいた家がない人もいたし、うん、それからそのどマっていうのに生活してた。うんうん、要するに床を張らない。土の上に板の間ですらない。うん そうん、いうやっぱり江戸時代の農民なんかはその土間の家に住んでるっていう人たちまだいっぱいいたわけだから、うん、でそうなるとやっぱり安心して眠れるお家があるっていうことからだけでもねやっぱ庶民の生活っていうのはやっぱりどん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 良くなってきてるわけだから。 いうことになると古代が輝いていてそれで中世暗黒ですよっていう見方はちょっと違うのかなっていうそういうことになってるんですね。面白い古代と中世とか近世とかをなんて言うんですかね庶民に対してこう広がっていく受け手のなんか増加みたいな目線で見れたのはすごい初めてだったので。確かに確かにね なんか往々にしてその進歩主義的な見方で歴史を見てしまうことがやっぱ多いよねそうだね <laughs> 発展して没落してさらに発展するみたいなそうだね、うん、なるほどな、うん、いやありがとうございましたではちょっとまだ聞きたいことたくさんあるんですがそれは次回、うん、はいあのー、そういう時代の変遷を見るためにもあのい日本史さらにやばい日本史をお願いしますあそうですねあの本出されてらっしゃって <laughs> 僕もあの持ってますが、えー、非常にうん あの面白く読めるやつですね。そうです。はい、漫画みたいな感じで読める。はい。 YouTube でご覧になってる方は先生の背景に思いっきりブンと書いてあハイゴレーのように表示されてるので角度いいですね角度がいいですよね恐ろしく楽しそうな表紙ですいや本当に楽しい本ですよそうした歴史の大きな流れに沿って書いてあるのであのぜひぜひご覧くださいませっていう63万部突破って書いてありますねうんそうすごいヤバイ本そう万部なのあそっかはい すごい63万部かじゃ皆さんもぜひですねはいですね、はい、ということで、えっと、今日は一旦ここまでですかねはい、えー、また次回以降本グ先生をお呼びしてお話を聞いていきたいと思います一旦ここでありがとうございましたありがとうございましたありがとうございます